えー、それでは、えー、講義始めたいと思います。えー、2022年、えー、ぴたり大予想、本試験、ここから出る。えー、担当は、レクセン入校支社老師の大野です。よろしくお願いいたします。えー、それでは、あのー、講義の方をね、始めますけど、えー、タイトルの通りでね、えー、予想をしていく感じになります。あの ちょっっと変わったまあ内容でね普通社労士の受験講座の講義っていうのはえインプット講義だと内容をねえこう丁寧に解説していくまあ大体形なんだけども今回の,その企画もののこの講座というのはえインプットをこうガンガン講義して解説していくという感じではなくて 出題傾向とか、まあ、特にどこが狙われるとか箇所のの指摘中心の、ねまあ、講義になりますであの使い方なんですけど、まあ、直前時期に、まあ、あの出題傾向的なところを特に重点的にお伝えすることによって一番最後の最後ですね一番最後の最後で えー、今まで勉強してきたその基本書ですね講義のテキスト基本書をもう一回あの最後に読み直して整理して試験場に向かっていくこれはあの受験学習のシャロシ受験のセオリー的なものでそのギリギリまでその過去問だとか問題をひたすら朝から晩まで 解くという感じじゃなくて、もうある程度のとこまで来たらもう問題細かく解いてる場合でもなくなってきますので、えー、基本的なところが漏れてないかどうか、テキストを使ってチェックするんですよ。で、それがその最終的なその選択式の対応というか、あの対策にもなっていくいくんですね。で、その時にその。 最終的に基本書をもう一回確認していくときにある程度こうメリハリがつくとねすごくいいのかなっていうのがあるんですよその。どういうところが試験に狙われるのかっていうのがこう頭に入,こう入れといてねテキストを見ていくと引っかかりやすくなるとあ頭の中に。でそれであの印象が残りやすくなってくれると その選択式の対策に本当につながるというかなんか最終的に見た記憶がすごく鮮明にあって問題解いたらなんかできましたとかねそういうのは結構あのいいんでまあ何もなしでテキストを見ていくっていうのは結構しんどかったりしますのでまあ最終的にですねもう本当にギリギリのもう最後の最後の追い込みというか直前の時期に。 テキスト読まれるときにまあちょっと横に添えといてほしいというかお供にしてほしいあのこのレジュメ冊子に関してね言うとそういう位置づけかなと思いますだからまあ個人的になんかこの辺はちょっと危ないなとかまあ誰が見てもねこう危ないとか危ないと思うんだけどもそれでもこう微妙に漏らしたりすることがあるからねまあそういうこと起きないように するためにポイント指摘の,あの講座でね。あとはまあ,あの気持ちというかねあのもう最終的には精神力ですねあの本当に気持ちで負けるわけにいかないっていうのが最後の最後なんで、まあ、一番最後にまあ皆さんに対してのまあエールというか、えー、まあ 元気出してね最後本当に集中してやってほしいんで、まあ、その、まあ、励ましというか何というかなんですけど応援というかねあの最後にそういう話もして締めたいなとそんな感じで思ってます。であの科目ごとにですねあのレジュメ冊子の方なんですけど科目ごとにロキ、まあ、からまず話をしていくんですが、えーまあ、レジュメ冊子の1ページ目開けてもらいますと。 まあ労基安永の、まあ、テーマでね、まあ、労働基準法安永法で、まあ、な問いの7まで択一で労基の問題で890と安永法の問題なんですけど大まかではあるんですけどねあの過去5年間どういう分野が出題されたかっていうのをざっとこう各科目あの表をつけてますまあその項目を見ると 結局そのなんかまんべんなく出てるなとかなってまんべんなく出てるんやったら載せてる意味ないやんとかなんか言われそうなんやけどもその科目によってはまあ多少ねこうだから主要な科目では偏りにくいっていうのはあるんですけど科目によってはちょっとした特徴が出るんで,で選択式とかだと択一よりは。 なんか特徴が出やすい科目もあるんでまあ一応全,全科目ですねあの項目を挙げてその細かい分類っていうのは大まかな分類なんですけどねで見てるとまあまあ毎年出てるとかああまあこの辺はそれは出るよねとか意外にこうですよねとか、まあ、そういうのは気がつくんで、まあ、それをこう僕自身はこの資料を作りながらいろいろ考えながら予想もしてる形ですのでね。 一一応一通り入れてるんですよ選択の取材も含めてねあげてますのでってことです。でまあ傾向的なことですけどまあ「ロキはまあ7問なわけですけどそんなにねロキの問題で偏ってる印象はないと思うんですよ。かよっぽど偏ってたらなんか、ね、こう印象がすごく残ってたりすると思うんですけど。 老基の問題と言ってて、出題傾向とかあんまり感じることってないと思うんですね。で、ただまあ、当たり前って当たり前なんですけど、当たり前のことですよ。労働、労働契約。まあ、令和3年の出題とかでね、労働契約の分野から出たり、年中休暇とかでしょ。それから、 当たり前ですけど労働時間の問題なんてむちゃむちゃ範囲もあるしね範囲も広いし何か効きますよね。うん、でまあ就業規則なんかもこうずっとこうね出ずっぱりっていうか、まあ、この辺はまあまあ出るんですよあの確実にね。えー、まあ分野的に労基法の学習の中心っちゃ中心なんで。 ね、この分野が出ますとか言ったってそれはどっか出るやろって言われてしまいそうなレベルなんですけどねまああのー、まあまあいつも出,出る分野っちゃ分野ですよ、ね、これはね一応そういうとこです。であとまあ選択式についても一応こうざっと挙げてるんですけどその項目というよりもその出し方がすごく特色があって、えー、ロケが、ね、お,お分かりだと思うとロケは3問。 安全性は二問でしょう。で、労基に関してはこれ印象すごくあると思うんですけど、判例とか解釈ですね。特に最高裁の判例とか結構出ますよね。その判例がこう分かってないから手回しも出ないっていうレベルではないと思うんですよ。で、テキストをしっかりやってて基本事項を備わってると前後の文脈を考えるとまあ割と なんとかなるケースは多いんですけど、瞬間問題見た瞬間クラっとするっていうかね、なんか全然こう馴染みのない判例とかパッと出てきたら瞬間戸惑いますからね。でも絶対焦らないようにね、あの冷静に読んだらこうテキストの普通の勉強で入るものが比較的多いかなとは思います。だ出し方的にそのどどこがどの分野が出てるというよりも。 まあ判例とか解釈から出ることがすごく多いからだからもう続きでこれ書いてるんですけどその対策面としては今からでも心がけ次第でできる対策としては今までその過去問集解かれたり基本書を線引いたりして勉強してると思うんですね。普段かからまあされてれてばいいんんですけどああままりり判例とかはねこうあんまり 無頓着に気にせずテキストザーっとやってたりする人もいると思うんだけどもテキストだとか,かまあ過去問集なんかもこう一言一句疑わず過去問集の問題をね今からすべてほじくり返してっていうのはこう大変だと思うんだけどもその最高裁の判例でこう何回も聞いてるものとかは卓一の問題を見ててもすごくく目につくわけで,すよで基本書にも割と載ってるやつもあるし。 で基本書だったり特に過去文集ですねに出てるこうあなんかよく見るなまた判例やみたいな感じのやつはその鍵格好をこう、ね、問題だとか解説書きでもいいと思うんですけど鍵括弧をつけたり線引いたりして、えー、意識づけするんですよ。要は印象がなんとなく残ってりゃ入る世界なんで。 そういういのはこう最後のテキストの読み込みとかの時とかに間に合うようにしておけばねこうなんか印つけてたらねこうもう一回じっと見ますもんねでそういうのが実は重要じゃないかなとであとはその本当試験対策ということで展開の中で気をつけてほしいあのポイントなんですけど結局老朽が3問で安全性法が2問なんでその選択式の出題っていうのは。 あの、いつも通りの感じだとね。ですから、その安全衛生法で簡単な問題なのに、疑問を外しちゃったりすると、むちゃくちゃ厳しくなるんですね。ただ、2つなんかできそうなのに、安全性法あまりや,や,らやらなかったもんで入らない。そうすると3分の3いりますからね。3つ合わそうとしたら以個でも外すともうね。 寒いって話ですから、だから結構そのなんか気がついたら基準点割れてるみたいなことがあるんです。こうなんかそんなに老機苦手とかの意識ないんだけど安全性法をさっぱりしてなかったためにねこうしょうもないミスしてなんか二個しか合わないとかね、それで落ちる試験ですからだから怖いんですよ。うん ですから安全性法のテキストの読み込みとか最後にしっかりあのしてですねで誰もができないところはもうしょうがないと思うんですけどで救済もあるでしょうしだから普通にテキストを見たら書いてるその辺の情報なのに、ね、こう見方があまりにも薄くて、えー、全然見,見れてなくて入りそうなのに入らないと。 でそんな時に限って安全衛生法が割とできそうな問題だったらなんか変なバランスがあって労働基準法がなんか結構厄介な問題だったりするわけですよ。本当ににんか3つあっても生きた心地がしないみたいなね <laughs> 非常にデンジャラスな感じになってしまいますのでこれはまあ試験がそういう試験だからねあのうん。安全 なんか妙なことになることがあるんでちょっと気にした方がいいんですよあの最後の爪の部分でねと思います非常にいろんなことを言うんですけど今僕がしゃべった選択のそのあやというかね安全性法をあまりにもやってないとやばいんですよで、安全性法とか徴収法とかは今の時期というかねもう直前時期に 相当こう追い込んで、ね、こう今しかやる時期がないぞっていうような科目ですから,からまあそこはちょっとあの重点的に、ね、こうもう無理やり抑えるみたいな感じになりますけどそういう時期かなとは思いますね。とうちょっともう最後の、ね、1週間ぐらいでなんとか、ね、できますよみたいなとこもありますから。 あそんなに分厚い科目じゃないからねと思います。一応ちょっとその辺は注意点です。であとはあの僕はざっとね思いのまま喋ってるわけなんですが、二、えー、ページにこう項目をこうひたすら気になることは入れたんです。ここまで言ってることもあるけどね。一番でこう労働契約、労働時間、就業規則も、まあ、この辺はなんかずっとまあ出る出るんです。 ま、それは出ますよね。って話なんですけど。で、えー、さっき言いました。選択式については、えー、最高裁の判例とか通達から出る可能性があるというか、まあ、可能性は非常に高いと思いますね。あの、普通の条文からだとできちゃいますから、本当にね。で、あとはあのちょっと古い話なんですけど、以前に働き方改革の改正あったじゃないですか？だからそこで。 現在の法律の形ができてますからそこのテーマっていうのはまあ非常に重度が高くてまあずっとスタンダードに出題され続けるテーマだと思うんですよ。でまあ働き方改革の解説だっ,ってものすごくボリュームあってねあれもこれもあれもってなっちゃうんだけどもサブロクとか年休とかあとまあフレックスタイムとかも。 この働き方改革で今の形になって長いそこそこ長い期間のフレックスもできるようになったっていうのはこの,この時からなんですよあとちょっとマニアックですけどいわゆるコープロってやつですねこれはもうまあ働き方改革の内容かなと思います。なのでサブロクはももう本当に、ね、こう実務やってても大事なテーマで えー、基本書で墨から墨までやってくださいって話なんだけどサブロックやるとまあその下に入れてますけどあの限度時間の数字はすすごく大事だと思いますねで原則があって、ね、1年変形だとちょっと厳しめに設定されてたりあとまあ特別の条項をつければ、えー、超えれますよと限度時間のねこう時間を超えれますよでしょうけどんそこにまた制約が ね、特別の条項をつけけてて天井ななししってわけじゃないでしょうどこも時間が絡んでくるしであとはあの協定レベルの話じゃなくてその実際の労働時間ですね実際働いてみてそれに対しても規制があるからその複数月平均80時間以下っていう規制とかもすごく有名な規制でね結構これがストッパーになってたりするんだけど、まあ、基本書にこの辺の時間の要素っていうのは ね、もう細かく表をつけてたり太字になってたり出てきますよねはず外せないですよこういうとこはね。でサブロックのテーマはもう言い出すとももちろんあのこんなレベルではないですけどボリューム的には、まあ、基本書を読むときにもう重点的に、ね、もうこれは隅から隅まで出るというふうに思った方がいいと。あとはそのフレックスもやってほしいしあと年、ね、給休暇のところなんかは。 えー、今回のレジュメ冊子の3ページに一応、まあ、重要なんで一応条文だけは入れといたんですよ、あの路基法のね、条文入れ,入れといた。で、働き方改革の改正によって、年次有給休暇のところが、えー、どういうこと形になったかというと、これ、全然有給取らない人に対して、えー、取るように、ね、もう、えー、背中を押していかなきゃいけないんですよ、会社としては。 有給が重労働日以上ある方ね。まあ発生する方がいて、で、全然消化しないと。で、ね、こう一年ごとにニス増えていくわけですけど、見てみたらぜ全然使ってないんですよね。まあ、いらっしゃるそういう人もね。で、そうすると、いつかはどないしてでも消化してくれって考え方なんで、普通、 年給取る話って労働者の時期指定じゃないですか普通はね普通は普通はですよ全然言ってくれない取ってくれないからもう会社からあのあのお声掛けするんですよこの日とこの日ぐらいでどっちかねどないですみたいな話で、まあ、会社が使用者の時期指定ってあってで首根っこ捕まえてこの日にしろみたいな。 命令しししたたとら横向かかれてしまうじゃないいですかいやその日はさすがにとか何か言われるかもしれないからある程度その後方、えー、をねこう見,つけ見つけといていやもう本当取ってもらわないと困るんですみたいな話でねでこの日とこの日とこの日の中で、えー、どうみたいな感じで言うと、ね、本人さんもこちらの要望を答えてくれやすいよね。実際的にはそういう か感じなんですよで基本的にいつかはもうねあの使用者側からねあんまりに取らない人に対してはもう無理くりな話やけども、えー、時期をこう決めていかないとね、えー、使用者側がどないしてでも取ってもらうようにね言わなきゃいけないですそういうい規定,図規定としてでただ この制度ができた時に結構お客さんから言われたんですけどもう全部こんなことしなきゃいけないんですかとかいろいろ言われちゃったんですけど結局あの自分で消化してる人はいいからね5日についてはって書いてるけど第8項っていうのがあって労働者からの磁気指定とか計画的付与で消化できてるとその分、ね、あの会社がやることは少なくなっていきますから。 だ計画的不要である程度消化ができて本人さんも病欠の時とかでまあ使われてて、ね、別に会社からお声掛けするまでもなく消化が進んでおればもうそれで、ね、免れると思うんですね。それが8第ということになるとあとまあついでにあのコープ r のこともまあ基本書でまだ見,見といてほしいんだけど簡単に入れときましてねこれはあの本当に何もかも適用されない世界なんで。 深夜割増すら支払う必要性ないんですちなみに41条の,あの管理監督者とかで勉強してると思いますけど41条の適用除外の方は時間外休日の割増は除外できてもう深夜の割増までは除外されないでしょあるいは41条は労働時間休憩休日の規定の適用除外だから深夜のとこまでは手出せないでしょ。コープロは 深夜の割増だっていらないってていいいららなう世界だからね今言ったこう、両者の違い的なところは、まあ、論点にはなりやすいと思います。足、卓一の足レベルの話ですけどね、えー、と思ってます。で、えー、ちょっと、あの、働き方改革の話をこうしながらいろいろ説明しましたけど、戻りまして、もう一回、2ページ戻ってきてもらってですね。あと雑 結構危ないんですよね。あの,老期のテキストの最後の方で雑則っていう分野ですけどもうあの、ね、労働時間労働契約労働時間就業規則もうこの辺で、えー、が頑張りすぎて力尽きてしまうわけですよテキストの終わりの方来たら。ね、こう微妙にテキストの最後の方だけが、ね、色が違うとかねテキストの色が微妙に綺麗とかねもう危険しかないですよ。 あの記録の保存付加金の支払い時効数字が結構絡んだりするでしょこういうとこって。で起算日の問題だとか数字が絡んだりだとかだから読んどくか読んでないか線引いてるか引いてないかだけの違いになるんですけど選択も含めて怖いんで一番最後にテキスト読み込むときに労基のテキストの最後の方は軽く見ないでくださいって話です。 こう受験勉強したての人に雑則の重要性とかいうことはまずないんですけどこうもう受験が間近に迫ってきた方に対してはもうそろそろ雑則ちゃんと締めくくってくれよという感じになる。ででもあんまりやっぱ見ないから痛み合うんですよ。そそこがねこが選択式でで雑ののとととろポロポロロ出てできそうなのに落とすと なんか致命的になりそうな気がするんですよ。ほ本当にまあそういう意味での注意かなと思います。で、あとはあの普通に勉強してりゃ卓一のこう対策とかでされてることだと思うんですけど、5番とか6番とか5番のこの雇い止め。予告は本当に事例問題ですね。あの択一でいうと。ご記憶あると思いますよ。むちゃくちゃなんか出てる気がするんですよ。レジュメの4ページに。 入れてまして。有期契約の方でね。こう雇い止めされちゃうとね。突然雇い止めされちゃうと路頭に迷いますよね。ですから、まあ、前もって言ってあげてねと。と30日前までに言ってあげてね。なんですけど、その対象になる有期契約っていうのが限定かかってるわけですよ。このかっこ開き3回以上更新しこう。またで書いてるよね。 1>, で1年越え継続勤務に限るということでかつじゃないとだからあの契約期間有期契約の,その期間の長さが割と短くてもね1年超えてなくたって短い期間でぐる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 更新してるようなパターンというのは対象になってくるということです。これをまあ例,例の問題で皆さんに判断させてくるってことは結構多いんで。 でここを注意したときに絶対皆さんも思い浮かぶと思うんだけど契約期間についての配慮というのもあの大体同じ箇所に出てきててですね、えーまあ、できる限り長くしてあげてねって話なんですよあの希望に沿ってね。でこの契約期間についての配慮の規定の有期対象になる有期契約っていうのが1回以上更新しかつ1年後え継続勤務に限る。 ということでその対象になっている契約はそれぞれこう違うんですよね。で、なんとなく引っかかるんで、えー、その辺はまはあ、卓越の対応として、相当意識づけはしてほしいと思ってます。一応そういういとこです、す再び戻っていただきまして、6番のところですね、これは注意を促したい部分で、嫌な問題なんですよ。 平成29年択一の変形労働時間制の事例問題。で、具体的に言うと平成29年の労基の問題でね、問いの1、これ問いの置です。で、平成30年の択一の割増賃金の事例問題。これは、えー、問いの過去問で見たら出てくるんですけど、問いの3ですかね、こう問いの3で、 確かあったと思いますね。過去問集みたいの持ってると思います。あと、令和元年の択一のその平均賃金の計算。の事例問題で、もう一問丸まんまなんか。ひたすら事例的に。同じテーマで聞いてるわけですよ。で令和元年の平均賃金。の問題っていうのは、まあ、問いの。確か一だったような気がする。割と。こう、労基の問題の。浅い出題番号で。いきなり。 目くらましっていうか、だから飛ばしてもいいですよ。あの老期の問題といってて老期から得点も結構いると思うんだけど、老期の問題の一発目からなんか絶対悪意がありますよ。あの問いの位置とかでね、こうもうびっくりさせたろうみたいな意地悪ですよ。で、まだね緊張してて立ち上がりでしょ試験の試験の立ち上がりであんまり強烈なやつ見ても頭動かないから。 温まってか来てからでいいと思いますけどね。時間もかかるしね。時間かけたからといって取れる保証もないしね。うん、ある程度温まってきてから、えー、見てもらう見てもらってねきっちり理解してると問題の初見の印象よりは解ける問題のケースもあるからね。でこの辺はま過去にこういう出方をしてるからあの試験の傾向的に一番す 浅い問題で一番最初の方に結構強烈な事例を突っ込んでくることがあるというのは思っといた方がいいあの試験の本番見据えて <laughs> 慌てないようにでいきなりがっつり戦わないようにねあのなんか問題がそこにあるとすぐ解きたくなるんですけどこう卓越の問題で70問問題があってそれをどうやりくりして上手にやっていくかですから最後は。 別に100点取らなくてもいいわけでしょ。で時間が限られてるわけでしょ。それは分かってますって言われるかもしれないけど、こう冷静さを失うと、うん、その一番大事なことに気が向かないでね。普段から試験,試験を知るというか、まあ過去問ってまずどうですか。その力をつける 復習して力をつけるための教材っていう面は当然あるんですけどどういう感じでまあ問題出てるのかとか分かった時にどういう作戦で問題解いていくのか順番だとかねこうどのタイミングでもその問題解くのかとかまあそこまでやっぱり考えないとねいけないです。大切な時間がどんどん消えていく恐ろしさね。 まあ試験受けてる人しかわからない感覚だと思いますけど時間なくなるのほんま怖いですからねと思います。で、あの類似の問題がまだ出る可能性あるんで今言ったこの過去問はちょっと見といてくださいね。あの過去問集見たら、ね、こ,うああこういうのが割と最初の方に出る,出るぞっていうのは思ってほしいし一回まあ試験直前に人通り合っておけば。 類似の問題だったらある程度体制ができてあのできる問題になるかもしれないからね繰り返す可能性もあるんでこういうのは、まあ、ちょっと見と,見とくといいかなと思ってるんですよ。そういうとこ